再びパスワード11111で部屋を建てていきましょう。あ、皆さんよければ高評価お願いします。神が空いてるフリと、普通に今のフリっすね。普通に今のフリなんですよ。3対1はマジでだから究極に危ない。でもまあみんな 75% あるからあそこ難しいんだけどね。正直あれはむずい。3対1でやるのか1人自滅してやった方がいいのかっていうのは結構難しいね。まあでも 100% あるから結果的にバッジが増えないから多分誰かしら1人が自滅するのが理想ではあると思うんだよな、個人的には。よし、ありがとうございます。そしてこれやっぱいかついな、このピンク色のスパチャとかこの赤色のスパチャは本当に目立つね。聖教のスパチャが、おらおらおら、ウィーアーテイキ。おちなみに2対1だとうまく立ち回れば全然いけるんですよね。おいえ、おら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 、こう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 、おいえ、カーソル君、カーソル君もちょっとしっかりとずらしていきましょう。いえ、ほら、で一応 YouTube も更新を入れておこう。こうこうこう、おいえ、ほら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 、でこれちょっとターゲットがあるんで連でいこう。おいほいほいほい、パフェ美味しいですね、非常にね。おい、ほらほらほら、おい、神にとって1対98です。あ、まあそこまで極端になるとまあ結構ねむずいところであるけどね、あまりにも極端すぎる1対98はさすがに。おい、ほらほら、こうあいみのが真ん中に立っていた。おい、おら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 、ほう、99だとね、パフェの火力はね結構不要手とよりもナーフが入ってるっていうのあるからね。確かにあんまり不要手と以上にはパフェは見れないかもしれないけど、しっかりと取っていく。おいほいほい、序盤乗り切れば有利になる。固定ターゲットで、ね、結構狙いつ一人一人倒すことができれば一応有利にはなるけどね。まあディレイで耐えてくる人がほとんどの占めると思うんで、まあそこでマージン入ってどうなるかって感じではあるな。おい、ほらほら、おい、まあナーフというか、まあゲームが違うからナーフって言ったらちょっと言い方は違うかもしれないけど、おい、パーフェクトプレイヤーの火力はぷよぷよテトリスもこのゲーム半分になってるんでね。おい、ほら、おい、おい、最近カメのパーフェリス下がって嬉しい。昨日なんてあれだよね、5回連続パフェ取ったやつあったよね。昨日じゃない、一昨日だっけ。おい、ゼトリスモードになったよな。おい、ほら、ゴキブリはまだ出てないです。そろそろ出そうだからちょっとね、怖いんだけどね。おい、ほら、ほら。まあこれぐらいの火力でいいと思うけどね、さすがにパフェ、予定とね、パフェの10ラインの火力。あれはデカすぎる気がする。おい、まあ5タクトはさすがにちょっと乏しいかもしれないから、まあ7、8ぐらいが妥当なのかな。キースピントリプルよりは火力高くあってほしいからね、パーフェクトクリア。うい、全消しだから。ほら、あれはすごかった。ありがとうございます。あそこまで連続でパーフェ取れることもあんまりないからね。で、ここもちょっと連中国体制でいきましょう。究極連中国体制。競り上がっちゃうか。ほら、ほら。おい、ほう。予定と10ライン、テトリス99、5ラインなんでね。パフェの火力のさ、ほう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 、おいほいほい、おら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 、でとりあえずここは一旦連にしたいけど、おい、まだちょっと体勢が整えられてないな。おいおいおい、こんばんは、まだやってたんですねと。リオンさんも200円スパチャありがとうございます。そうですね、まだやっております。おい、おら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 、まだ定期の地獄だわ。おい、ずれてしまった。3人もいけるかな、あの人もターゲット多いんだよね。とりあえず張り合ってみるか。ほい、おらおら
や無理だね、やっぱりこれやめておこう。ちょっと分が悪いわ。おい、ほう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 そう、パフィオよりもね TSE の方が火力高いというね。おい、そういうことになっちゃうのはちょっとあれだから。ほいほいほい、おら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 、前傾してるのはやっぱり、ね、一番攻撃力高くあってほしいからね、せっかくだし。おい 25% か、ちょっとバッチが若干乏しい感じあるな。初めてあなたの配信を拝見しましたが、あなた人間ですか？木下右京さんかな、これ。おいほい、おらおら、感じが難しい。俺はね、ゴッドプレイヤーをやっております。おいほいほいほい、公式からね、正式にね、神という称号をね、もらってますからね。おい、おら、おら、おい、TSD の方、いや、TSD じゃなくて TST だね。TSD の方がでかいです。おら、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 おら。バックトゥバックついた、前提条件にはなるけど。おい、こう、で、あの人ちょっとターゲット多いから、これ一旦外しておこう。おい、おい。杉下右京さんか。失礼しました。ありがとうございます。おい、おら、おら。相棒ね、有名だよな、本当にね。おら、見たことは結構あるけども、ちょっと漢字は読めなかった。おい、これパスワードマッチやってますね。おい、おい、マニアスいく。50% はまあ、美味しいけども、ここは追撃に受けるしかないな。受けてって、はい。おら、タギゲーすごいね、これね。今のすげえターゲット来てたからすごい火力としては遅れて、なんとか 50% は取れていったけども、まだバチとしては非常に盤石とは程遠い感じだね。ほいほいほい、ほら、ここまで、そこまで積んでいくことにより連で掘れる強気な積み込み。ほい、ほらほらほら、ほう、ちょっと調整しながら送ってって。ほいパスワードチーム戦以外にも一応、まあ、できますけどね。おいほい、おら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 。あ、でもなんかパスワードマッチって言ったらなんか、なんとなくチーム戦っていうイメージがあるな、俺個人的にね。おい、野良はなんか通常部屋みたいな感じ。おい、おら、ナイス。だがしかしまだ50か。落ちるスピード速いと焦るのはね、しょうがないね、本当にね。難しいからね、そこら辺で判断するのは。おい、おら、で、あの人がターゲット多い状態か。なるほど。ちょっと一旦送っていこう。あー、ずれてしまった。じゃあちょっと無理だな。アイスピンから T スピンシングルだけど、ちょっとあの人火力送ってるんで外しておく。ほいほいほい。パス通常はまあ結構カオスですね、しかもね。おいほいほいほい。おら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 。緑を倒していきたいな、できれば。おい、この BGM 焦るの分かる。おい、この BGM ね、俺好きだけどね、焦るっていうのは非常に分かるわ。共感できる。おい、とりあえず送ってって。赤も狙っていく。おい、ほいほい。おら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 。おい、こんばんは、初見ですよ。初見さんいらっしゃい、こんばんは。一旦これ当てとくか。当てておいて。こうこうこう、ういー、おら、いつの間にか4列になってる。すごい、これがね、連の技術なんですね。やはりいつの間にかなぜか種さんの4列になっていると。おい、これが俺の連の技術。こうこう、あの人ちょっと火力たくさん送ってきそうだから一旦外しておく。種6になるの嫌なんで完全相殺をしておいてと。おい、おらおら、それあれだな、端っこに行かないから、これは妥協していかなければならない。ういー、おらおら、ほう、ういー、おらおら、今来た方もいらっしゃい、こんばんは。赤倒していきたいな、そのピンチマークになってると。遅れないかな、さすがに遅れないか。結構ね、生き残ってる人が多いからね。赤の真ん中の一番左の人を狙いたいんだけど。頼む、遅れろ。遅れないか。しょうがない。狙いは良かったでも。ほい。あくまで一瞬この赤を狙う戦法はね、
赤の誰かを狙うっていう、ランダムではあるからね、ここが。ほいほい。ただまあ狙いは良かったでしょうと。ほい。おら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 。とりあえず一旦現状では左側の黄色の人を倒したいね。ナイスです。で、倒してからあと1人倒して 75% にしたいところ。ほい。おら、おら。うぃ。で、ここで使ったところで狙われていく。うぃ。ほら。一応掘れるけど、どうだろうな、これ。一旦外しといた方がいいか、これは。うぃ。ほら、ほら、ほら、ほら。さあ、興味入れといて。おぉ。おい。50% な状況。ちょっとバッチが、あれだな。バッチ不足であるな、これな。ほい、ほい。いや、あの人、ターゲットしてるでしょ。おい。おぉ。赤、この人かな。ここあたり狙っていこう。ほい。ほら。いけます。種がちょっと違うのが怖いな、これ。ほい。ほらほら、種呼んだんだよね、これね。うまくつなげるか、頑張って。ほい。火力受けてなんとか種6とかになんない。オッケーオッケーオッケー、なったなった、いいね。火力受けてこれで種6、種3にしていく。ほい。ほらほら、マージも入ってるから、これはかなり火力もインフレしてる、プラス、ちょっと75ないから若干きつい感じだなぁ。おい。ほら。あの人がターゲットめちゃくちゃ多いのか。ほい。ほら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 。おぉ。おい。おぉ。ほら、ちょ、バッチ欲しいね。おい、この人だな。さあ、非常に辛いが耐えられるか、これ。一応ギリギリか、ギリギリだけど、ほいほいほい。ちょっと耐え方難しいぞ。あー、ターゲット来ちゃうか、しかも。1ラインは受けて、テトリ相殺して、ここも相殺入れて、で11を受けよう。この1ラインともう1ラインは受けます。ほう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 。こうして耐えていく体勢。いやでもつれえな、これ相当きつい。一旦1ライン消しにしつつ、1ライン受けてから火力調整。いい、ゴキってるけど相当きついぞ、これは。こうだな。で、シングルからジェイミノで掘っていく体勢。こっちかな、一旦。おい。ほら。あー、これミスったな。立ち回りミスったわ、普通に。あの人からとりあえず火力いただいて、
競り上がっちゃうからそこ。ほい。いやそんなターゲットいらねえんだよな。一瞬だけ総裁外してなんとかしていく。いやでもきついかなこれは。さすがに。ほうほう。いやー首の皮一枚すぎるこれ。とりあえず一旦掘ってはいるけどね。これちょっとカウンターで返すか。ほい。ほら。だがしかしちょっとタイミング的に打てなかった。ほい。ほら。掘りはいいんだけどね、やっぱりきついな。ほい。21になったか。50。竹芸でワンチャンだけど、どうだこれ。ほい。ほら。75あればな、全然いけるんだけどな。50だからきついんだよね、これね。おお。こっちかな。右側でもよかったけど。とりあえずタイディレイだなこれな。バチきついねこれ正直ね。正直相当きついな。うい。掘りすぎ良くない、わかる。掘りすぎ良くないんだけど、ちょっとまあ掘るタイミングしかないから、ここはしゃあない。いくらなんでもきついな。100だもんね。ほい。とりあえず分割プラス連にしないと勝ち筋がないなこれ。強気に受けていくしかない。ほい。オッケー、倒していき、100% なんとだ、ワンチャンある。ほい。ほら。ほい、ほい、ほい、ほい。うい。オッケー、勝ちをもぎ取っていった。
これが俺なんだよな。見たか。さあこの相手のバッチ 100% の、まあさすがにタギエトイド 50% の状況でも辛いんですが、しっかりと勝ちをもぎ取っていった。やはりね、これでこそ世界一の実力なんですよね。